ゆっくりドラム講座スリップビート。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から常時マックフライまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日はスリップビートを伝授します。以前伝授したファンクのドラムと似てるというか、それです、譜面です。スリップビートとはスネアが8分音符裏にあったり16分音符裏にあったりするリズムです。今回は8分音符裏ですね。譜面下に書いてある記号は右手のストローク記号です。叩きます。こういう風にスネアに合わせて右手の動きが変わっていくスリップビートなら叩きやすいのですが、問題はこういうやつです。譜面です。右手はダウンアップを維持したまま、要は強弱を繰り返します。ということは右手が弱の時、アップストロークの時に左手でスネアを強、これが難しい。叩きます。ゆっくりならまだ良いですが、速くなるとさあ大変。叩きます。右手と左手の分離がしっかりしてないと叩くのは難しいフレーズですね。けど地味すぎてはっきり言ってできても見返りは少ないのが現実。もうちょっと簡単にしましょう。譜面です。8分音符裏にスネアが入るときは右手でハイハット叩くのをやめます。こうすれば難易度は格段に下がります。叩きます。これだと右手と左手の分離があんまりできなくても叩きやすいです。早くしても安心。叩きます。ね、簡単でしょう。ちなみにみんな大好きワンオクロックの完全感覚ドリーマーの A メロのリズムはこんな風にハイハットを抜いています。これを知った時はその時電流走る、こんな便利な方法があったのかと思った次第です。ぜひ皆さんも習得して電流走ってください。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。 Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投稿者は私の希望になります。ではお別れです。ねえ、簡単でしょう。